はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv のお時間でーす。って言っても録画ですけど、はい。日曜日いかがお過ごしでしょうかね。はい。本日をご紹介するおすすめの本、目次読み。今日紹介する本はこちら。でれーん。ダントツに勝つ人の地域一番化戦略。新たなマーケットはズバリこう作れ。佐藤和人。気になる目次の方を読んでいきます。はい、こちらですね。はじめに地域一番化戦略、中国でも始めました。これ細かい方の目次は読まないので停止して自身で読んでみてください。なるべく5分以内にこの目次読みを終わらせたいので。第1章、地域最強の一番店はこう作れ。第2章、業界は消えてもマーケットは消滅しない。全然ピントが合わないんだよね。どこまで近づければいいのか。はい、第3章、売り方を変え、新たな需要を作る。第4章、マーケットを構造する商品はこれだ。第5章、単品量販こそ地域一番化の肝だ。第6章、地域の専門でも PB は作れる。なるほど。第7章、独自マーケットは異常値から生まれる。第8章、業界平均上がり利益の先に何もない。第9章、接客がモチベーションをアップさせる。今日なんかカメラの調子がおかしいな。いつもちゃんと読み取ってくれるのに。はい、この第9章までです。まだ時間あるな。ちょっとアップして気になる項目があったらチェックしてみてください。この辺かな。お、いい感じに映りました。こんな感じです。軽く読みます。 PB の5つのメリットに刮目せよ。海外生産で注目しなければならないこと。間違いやすい値入れと値付け。10円の商品で新しいマーケットを作る。マーケット構造するのはいつも地域の専門店。原価を上げ、品質価値で大手に対抗する。マーケットの変化と時代のニーズを読む。野球のグローブは一種類ではない。異常値はこうやって作る。地域の専門店が地域文化を構造する。一番儲けるのは先駆者なのだ。競合店オープンには遠慮なく乗れ。売れ個数の多い商品を前面に打ち出す。仕入れの主導権は常に店側にある。マーケットに風穴を開ける。業界平均上がり利益に縛られるな。高付加値商品でボリュームゾーンを戦略的に値上げする。我ら商業者こそ上がり率 10% を目指し、そんなに苦しいならば売り売価を上げろ。今が戦略的値上げの絶好の機会。接客にマニュアルはいらない。矛盾だらけのチェーンストア、接客強化策。売れる接客販売員の育成には1年以上かかる。本能と感情と知識、知恵の3つを合わせて接客せよ。ワーカーではなく商人を育てることを重要性。求められるのは官僚意識を発したマネジメントだ。究極のマネジメントは従業員の自立。イノベーションとは新しい価値の構造だ。何のためか仕事か、何のための事業か、これから成長発展できる会社とは。佐藤カメラ、企業理念、後書き、これら本番、一緒に頑張ろうっていう感じです。ぜひ気になる方は読んでみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた、ドドン。